はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数2の対数とその性質丸1をお送りします。で、こっから対数です。前回までね、指数とか指数関数ずっとやってきたんですが、バトンタッチになります。で、最初なんでね、ポイントも含めて全部で9問となってます。で、ちょっと変わってるんですけど、ここ波線があって、で、これ2番は前に出てきたこの2番と同じ答えになりますからと思って、ぜひね、9問できそうな子はやってみてください。で、ちょっとわかんないのがあれば、今からね、全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、まずポイントの方からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、さっきも言ったように、こっから対数です。なんだけど、必ず前回までにやった指数と連動させて覚えてください。対数、あのね、指数と対数ってこう、なんか背中合わせではないんだけど、関係がいつもあるので、で、ちょっとこれごちゃごちゃしてるんですが、聞いててください。後でサクッと言いますが、いくよ。まず A です。これ、ね、A が正で、ノットイコール1、1じゃないよとするときに、2の正の数 M に対して、これ A の P 乗イコール M です。これ指数ね、となる実数 P がただ一つ定まると。例えば2の3乗って8でしょ、まあ、2の3乗8みたいな感じで、まあ、一つ定まると。で、この P、 ここね、を A をほにゃららとする M の対数と言います。で、先に言葉書きます。これもう前に出てきてて、指数の時にこれ定だよね。なんだけど、これ指数で、対数何かって言ったらこれです。これ LOG と書いてログと言います。で、ログ A の M、まあ、もしくはログ AM と読む先生もいると思うけど、ログ A の M です。こう表します。これが対数で、 A の P 乗イコール M とログ A の M っていうのは同じです。同じ書き換えができる。こうやっていい。だからログの時も、ここの A、この部分を定と言うんです。で、次新しい言葉。こっちの M、ここの部分を対数の真数と言います。いいね、真数。で、もう一個大事なのが、この真数、まあ、同じ答えなんで書いちゃいますね。真数は必ずこういう数になるっていうのが決まってて、何かっていうと、正の数になります。だからこの M の部分、負が来ないっていう。で、最初にやったように、定っていうのも正だよね。まあ1でもないっていうのもつくけど、だから定も真数も正の数なんだって覚えておいてください。これ結構大事です、特に真数の方。いいかな。で、まずこれがポイントというか基礎ですね。対数の覚えてほしい言葉、まあ、ログ、対数って言ったらログだよと思ってくれればいいです、ざっくり言うんだったらね。で、さっきも言ったように、 A の P 乗イコール M とログ A の M ってのは書き換えができると。で、それをやっていきます。だから、まず4、5、6、上に関しては指数になってるんで、ログで表してくださいと。で、下はログになってるんで、それを指数の形で表そうと、まあ、書き換えてごらんっていう問題やっていく。で、これはもうすごく上でやってるけど簡単で、まず場所を覚えます。A の P 乗イコール M、 これが P のログ AM と同じになる。だから3の4乗って81になります。計算すれば 3×3×3×3 するやつね、81になるんやけど、で、これをこの形で書き直すと、まず肩からです。4イコールで、ログって普通に LOG って書いてもいいんですけど、俺もう癖でちょっとこう書いちゃうので、これ許して、どっちでもいいから全然ね。で、ログトントンです。だからログ3、ここはちっちゃい数字で、81は大きい数字で書きます。4イコールログ3の81と。いいね、こういう風になる。で、ログ3の81がどうやって4になるかっていうのはまた次回以降にやります。今は書き換えだけちょっと納得してください。だからもうどんどんいきますね。次、8の3分の2乗は4です。だからまず肩からいくので、3分の2イコールログ8の4になります。これ書き換えね。ちょっとね、あの新しいペン使ったんで細くて申し訳ない。で、次も9のマイナス2分の1乗イコール3分の1で、これも同じです。肩マイナス2分の1イコールログ9の3分の1とね、こうやって書き換えができるよって。
で、今度さっきの逆です。ログになってるので、そこから指数の形。こうやって持ってきます。で、さっきと場所をこう連動させると分かりやすいんですが、ログ2の64イコール6となってます。ログ2の64イコール6ね。で、これを書き直すと、定のここ上が進数みたいな順番。だから、2の6乗イコール64になります。いいね。2の6乗イコール64です。で、同じようにやっていくと、次がここ。5の2分の1乗イコール進数の部分なんで、ルート5だよって。で、ラストもログ10の1000分の1とかね、難しい数字になってますけど、気にしないです。定のここ乗だから、10のマイナス3乗イコール1000分の1って、こうやっておくといいです。で、結構この書き換えの時って、あれどこだっけって思ってしまう時があるんですけど、次回以降、例えばなんでログ2の64が6とか、そういうのちょっとずつやっていきます。で、ちょっと次回出てくるかまだわからないんですけど、あ、出てくるかな。なので、一つ覚えておくといいです。どれでもいいんだけど、何か覚えておいて、で、順番を確認すると思い出しやすいかなとは思います。まあ、できればね、この段階で1個、まあ1個じゃない、もう書き換えをね、暗記したのが一番いいんですけど、いいかな。まあこれとか覚えても楽かなとは思うけどね。もう 5の2分の1乗、指数で2分の1乗はルートってのは前々にやってるからさ。だからもうログ5のルート5が2分の1って覚えて、これと書き換えで、あと順番確認すれば大丈夫かなみたいな風でもいいのかなと思ってます。では今回は高校数学数2の対数とその性質丸1をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、これのタイトルがね、4つ続きます。で、その後に対数関数がまた始まる流れになりますので、もしよかったらね、次回の方も見てみてください。もうじゃあ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。